日本の領海である日本海沖や尖閣諸島周辺海域に我が物顔で侵入しては違法操業で魚をごっそり得って言ったり泥棒日本の漁船に脅しをかける国があることは嫌というほどご存知ですね。これがお隣の軍事大国中国です。今回は宮古島の接続水域を潜航しているのが発見されたそうです。ここも日本の領海なんですけどね。2021年9月12日、中国潜水艦に関する発表がありました。9月10日午前、鹿児島県奄美大島東側の接続水域を、中国海軍のものとみられる潜水艦が潜航したまま、海中に潜ったまま通過したということです。しかも、その海域付近を、ミサイル駆逐艦が航行していたという事実でた。改めて接続水域を説明しますと、領海外側に隣接する海域で、沿岸国の命令により、一定の必要な規制を行うことが認められている水域のことです。面積としては、領海12海里に接続し、24海里を超えない範囲で設定できることになっています。この接続水域には、沿岸国の排他的な支配を及ばすことができず、航行の自由などを含む航海自由の原則が適用されますが、領海に直接つながっている水域なので、自国の財政や出入国管理に関しては、法令違反を防止させることや、処罰も可能ということです。翌13日午前の記者会見では、加藤官房長官が情報を分析すると、この潜水艦は、中国海軍所属と推定される。この潜水艦の日本領海への侵入はなかった。潜水艦による接続水域内の潜航通過は国際法上では禁止行為ではないが、日本の接続水域内で海中に潜んだままの潜水艦が多数確認されていることは無視できないと述べたのです。国際法によると、潜水艦が他国の領海内を航行する場合には、海中から浮上して姿を現し、所属国の国旗を掲げることという規則があるそうです。つまり、お宅の海を、こういう国の潜水艦が通ってますよと知らせなければならないということです。海中に隠れたままなら、民間船との衝突事故などの恐れがありますしね。名指潮事件は、海自にとっても大きな傷だったと思われます。しかし、接続水域内を潜航することについては、はっきりとして規則はありません。ということは、潜航しても国際法上では問題とはならないのです。とは言われますが、他国の領海付近を通過するというのに、姿を隠したまま、潜航したままということは、軍事的挑発と思われても、おかしくはないというのが、世界的な常識と言われます。ここで、中国海軍の潜水艦が、日本の接続水域を航行した回数をチェックしてみましょう。防衛省の発表では、2004年、平成16年の領海侵犯事件を皮切りに、昨年6月までに、計6件ありました。2013年、平成25年、5月19日南大東島南の接続水域内を北東方向に潜航。2014年、3月19日宮古島東の接続水域内を北西に潜航。そして、2016年、平成28年、2月15日には、対馬南東の接続水域内を南西方向に航行した後、日本海から東シナ海にかけて潜航。こうして並べてみると、毎年のように、立て続けに、日本の接続水域内で潜航を行ったということが、はっきりとわかりますね。個人的に腹立たしく感じるのは、潜航した年月日です。
2011年、平成23年の東日本大震災は、日本人が決して忘れてはならない日として記憶されているはずです。この未曾有の被害から、まだまだ日も浅い時期に、中国は日本の領海を侵したのです。日本国内はまだまだ落ち着いてはいませんでした。自衛隊や各自治体の派遣職員、ボランティアなど多くの人間が被災地復旧、復興支援に全力で向き合っていた時期なのです。自衛隊の活動については、ニュースにも何回も取り上げられたことで、ご存知の方も多いでしょう。被災当初は捜索活動ということで、海自や空自の活躍が多かったのですが、次第に陸自の手が求められるようになりました。つまり、陸自の人間が東北に赴いているわけですから、その分、海自や空自の負担は大きかったと思われます。その時期に、火事場泥棒か、鬼の犬間に、選択のような行動をとった中国には、多くの人が憤激したはずです。国内の復旧に手一杯で、見て見ぬふりをするしかない政府関係者も悔しかったことでしょう。これは、後から公になったことですが、震災の時、世界で、一番早く、支援の手を差し伸べてくれたのは、台湾でした。中国と台湾の関係については、言うまでもありません。この事実を知ると、なおさら、当時の中国の行動には、怒りを感じますね。2018年1月10日、宮古島や大正島、尖閣諸島の島の一つの接続水域を先行して通り抜けた小型原船が、通過後に、海上に姿を現し、中国国旗を掲げて航行したということがありました。小級に限らず、原子力潜水艦が浮上して航行するということは、あまり聞いたことがありません。潜水艦の最優先事項が、自分の存在を知られないこと隠すことですから、自国の領海以外で、海上に姿を見せるということは、普通はありえないのです。その前提条件を無視して浮上した中国潜水艦。中国海軍がわざとデモンストレーションしたのではないかと推理する向きもあったのですが、それはないだろう。日本の接続水域潜航中に、海自にしつこく追跡されたので、しぶしぶ浮上したのではないかという見方が大勢を占めているのです。つまり、海自は、中国潜水艦を捕捉していたということになります。その2年後の2020年6月18日、中国潜水艦は、今回と同じ接続水域を、フィリピン海から東シナ海に向けて潜航しました。中国海軍は、1990年、平成2年以降、潜水艦の活動海域を拡大しつつあり、中国本土沿岸から西太平洋にまで進出しています。中国は同じ共産主義国としての歴史的関係があるためか、旧ソビエト以来、ロシアとは仲がいいらしく、ロシアは中国へ通常動力潜水を輸出しました。仲が良いと言っても、秦の時代にまで遡るような国境紛争とか、様々な火種は、くすぶってはいるんですけどね。火をつけようとしないところが、両国の頭の良さを物語っているような気もします。やたらと着火したがる、韓国という隣国を見ていますと、そう認識してしまうんですね。さて、ロシアから、通常型潜水艦を手に入れた中国は、それを土台として技術開発を重ねたのでしょう。やがて独力で開発した原潜を保有できるようになったのです。それに勢いをつけたのか、中国海軍は勝手に中国防衛ラインと決定した第一列島線外の西太平洋にまで出張ってくるようになったのでした。
第一列島線とは、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインのことですが、日本を含め、他国に勝手に線引きするなと言いたくなりますね。と、勝手にライン聞けた中国ですが、潜水艦が西太平洋へ出るためには、日本の南西諸島の間にある海域を抜けなければならないという縛りがあります。好き勝手に出ていくことはできないのです。潜航可能な航海部分があるのは、沖縄本島から宮古島間、奄美大島から横当島間、大隅海峡の3カ所のみ。宮古海峡は、潜水艦だけではなく、中国艦艇の主要路にもなっている海域です。その宮古海峡ではなく、わざとのように狭い大隅海峡に入り、接続水域にまで侵入を繰り返しているこの国の意図を想像すると、万が一宮古海峡が封鎖された場合には、大隅海峡を使用するための訓練ではないかと考えられました。さて、ソーサスという設備の名前を聞いたことはあるでしょうか？沖縄本島を拠点に、南西諸島をケーブルで結んでいる潜水艦音響監視システムのことです。最近、このシステムは中国潜水艦監視用として活用されているのです。ケーブルに埋め込まれたパッシブソナーの上を通る潜水艦を探知するシステムで、最近は艦艇の電磁波を探知する水中電解センサーが設置されているようで、中国海軍潜水艦の動きは手に取るようにわかるというのも、あながち誇張ではないらしいです。もともとは、今から50年ほど前の東西冷戦時代に、最大の敵としていた旧ソ連の潜水艦を監視するためにアメリカ軍が設置したシステムで、津軽海峡にも置かれていたそうです。津軽海峡ですから、目的は対ソ連ということでしょう。話はそれますが、昔大ヒットした八甲田山という映画がありました。高倉健、丹波哲郎、緒方健など、今は、亡き名優や北王子欣也などが出演して話題となりました。同時に、冬の八甲田山の恐ろしさも世に知られることになったのです。映画の原作は、新田次郎の八甲田山市の方向でした。この訓練の目的は、日清戦争後、高まるロシアとの海戦機運に備えて、雨期中行軍を行ったのです。つまり、当時の政府は、ロシアが津軽海峡に侵入し、青森に上陸すると推測していたらしいのです。だからこそ、寒さに慣れているロシア兵に対抗するため、玄関の八甲田山で、非常識な訓練を行うことになったのでした。その結末は、皆さんもご存知でしょう。210名中199名という、とんでもない数の犠牲者が出たのです。現在なら、戦争時に、ロシアが、わざわざ津軽海峡に侵入する必要性は少ないでしょう。空からの爆撃の方が手っ取り早いでしょうからね。湾岸戦争やアフガン戦争、あるいは毎月のように ICBM の発射実験をしている北朝鮮などを見てもわかるように、海や地上から攻めるより空からの攻撃に世界の潮流は変化しているのではないかと感じます。国防に関しては、中国だけではなく、ロシアとは北方領土、北朝鮮とは核保有と拉致問題が存在します。韓国との間の竹島領有問題、従軍慰安婦、徴用工問題なども忘れてはなりませんね。いずれにしても、日本の周りには、中国、ロシア、北朝鮮、韓国という存在があります。
これらの国々と丁々発止の駆け引きを行い、うまく折り合いをつけて、表面上だけでも穏やかな関係に持ち込める政治家はいないものでしょうか。時代の寵児と呼ばれた田中角栄は、今でも慕う人が多く、歴代首相の中でも知名度も抜群です。彼の最大の功績は日中国交正常化と言われますが、彼のような豪胆な政治家の登場を期待せずに羽織られません。